皆様ごきげんようユーランドです。8月4日金曜日の日経平均は32,192円で引けています。日足のローソク足を確認すると、ご覧のような陽線で引けています。黄色の60日移動平均線はわずかに下回っています。切り替えて窓状況ですね、チェックしますと、昨日は寄り付き直後は120円ほど窓開けギャップダウンしていましたので、 一時的にに空いていいてたととうことになりますしかし3万2000円を割れた付近からは力強く反発して陽線で引けていますで前日の陰線と当日の陽線が出会う形出会い線という反転を示唆する形状になっていたので3万2000円の底,底堅さを感じさせられる冷足の形状でしたしかし週足ではベアリッシュエンガルフィング確定して 13hma も明確に下回っているので週足ベースで確認するとやはり下方向の形状になっているというのが確認できますで切り替えてここから日経平均先物ナイトセッションです31930円で引けていますですから先ほど見ていただいたより直後安値から力強く反発したところまで結局行ってこいでナイト引けでは また安値の付近まで戻ってきたということになります秋物のチャートを見ていきますこのタイミングでグッドボタンよろしくお願いしますいつもポチッと押していただいてありがとうございますムービングアベレージリボンですね現在デッドクロスしてピンクと赤の ma の構成になっていますでナイトセッションの高いところが32,290円がありましたがこれが上ヒゲのイン で引けているんですね確定するのは7日の月曜日ですこの抑えられたところが下向きのピンク MA の付近で抑えられて下がっていますで MAC-D は赤ヒストグラム連続局面でストキャスティックス RSI も引転していて通常の RSI は50を下回った位置で推移しています続いて日足の QRC です 水色リボンの局面わずか数日で解消となり再びピンクリボンが出現していますナイトセッションの高値そのピンクリボンに抑えられる形で上髭の陰線で引けていますでこちらは日足の HRC です QRC よりも先にピンクリボンが出現しています同じようにピンクリボンの加減に上値、ね、抑えられて引けていますナイトセッションの下落の要因なんですけれども 雇用統計発表直後はアメリカ株も上昇していたんですね。しかし終盤にかけては売られで急激に円高が進んだというところ先物の,の押し下げ圧力になったと推測されます続いて先物週足の QRC です顕著なのはこの水色リボンが極端にスクイーズしています来週ピンクに変わってくるかもしれない形状です週足の QRC のピンクリボンとなるとかなり強い 下落圧力となりますあとフィボナッチリトレースメントを引いてるんですが3月16日の26,190円から6月19日33,950円がトレンドラインです一番上の23.6%推し水色の水平線ですねこれが32,120円に位置しています6月5日の週に日経平均32,200円で引けているんですが それ以降で見たときに、この23.6%押しのライン、終わり値で下回ったことは一度もありません。今週も、ここのローソク足ですけども、32,150円ですので、ギリギリ23.6%押しは守っていたということになります。ここの割れているのはナイトセッションですね。まだ来週の金曜日まで確定しませんが、 果たして3万2000円が固くこのラインキープできるのか否かというところが重要なポイントです。週足の HRC と春移動平均線です。HRC はもうかなり分厚めのピンクリボンが出ていて株価を抑えるようにエクスパンションしてきています。で、13HMA 先物の,の週足でも明確に下回って引けています。 高値すでに抑えられているというところが確認できます。で、米ドル円ですね、百四十一点六八で引けています。レート自体が極端な円高というふうには感じませんけれども、八月三日の高値から二日で二円以上の急激な円高というところが日経平均先物の,の下落圧力になっていると考えられます。ただ、QRC 的に水色リボンの範疇で。 極端なな売りののサインといいうのは出てないんですよねでこの安値の切り上げ高値の切り上げが続いているリズムがあるのでもしかしたらまだ円安方向に向かうかもしれないというところは考えられますそうなると先物の,の上昇をサポートする動きになるかもしれないというところが考えられます米国株ですニューヨークダウがベアリッシュエンガルフィング転倒で QRC のピンクリボンが昨日の下落によって出現しています。で、ナスダックもピンクリボン、S&P は再びのベアリッシュエンガルフィング店とパラボリックも引転しています。で、このオレンジの数値0.76というのは日経平均との相関係数です。S&P が一番高い相関をしていて0.76、76%相関しています。その S&P が一番強めの売りサイン。 となっているところ、来週の日経平均の押し下げ圧力になるかもしれないというところを押さえておきたいポイントです。今日の内容は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。